はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。じゃん、キャロムショットのね、塗料です。まあシルバーはちょっとあれですけど、ガンブルー系のね、3色をいろいろな研ぎ眼に塗ってみて、で下地にこうシルバー塗ってダメージ感出したりしてみてね、でどんな風に発色が違ってくるのかなみたいなことをこの2ヶ月間ぐらいからちょっといろいろ試すために、まあ塗装してね、貯めていったと、それをもう今回はね、一応集大成でもないけど、この3種類をある程度使ってみたんでね、どんな発色になるか、塗り方の違いとかでね、なんか違ってくるのかなみたいなのをやっていこうかなという動画です。なんで今日出てくるのはもう今まで全てね、動画で紹介したものになりますんでね、てんてん様と S15R 様からですね、何本か頂戴したんでね、で急に塗装スイッチが入りましてですね、まあ、皆さんもご存知の通りで、ダメージ塗装やってみたり、あんまりダメージしないものをやってみたり、黒い ABS に直撃でどういう発色するのかやってみたりね、今まで塗ったものをザザッと出しつつ見ていくと、これです、キャロムショットのガンブルーカラー。これはガンブルっぽいクリアの中にキラキラが入ってるタイプの塗料だと思うといいかな。よくあるメタリックカラーみたいな印象でね、このキャロムのガンブルーカラーで塗ったもの3種類です。こっちから結構ダメージを狙ったもの、ダメージをほぼ狙わずに角だけちょっと下地を出したもの、あとは ABS に直接塗ったものっていう3種類です。これ黒い ABS に塗った。で僕の中ではもうこれ失敗作扱いと言いますかね、ちょっと色がえぐくなりすぎたんで僕はあんまり好きじゃないんですけど、まあダメージ狙ってみたと、下のシルバーいっぱい出してみようかなと思って塗ってみた感触がこれです。まあ、この辺とかね、ダメージ出してみたんですけど、なんかちょっとね、やっぱりこれじゃない感じがしちゃうんですよ、キャロムのガンブルーカラーをダメージ塗装にした場合はね。なんでなんだろうね、まあ色の違いかもしんないけど。で次、じゃあダメージあんまり入れない方がいいよねってことで、クラウンのパイソン357かで、これがもともとシルバーのモデルなんですよ。なんで下にシルバー塗らずに色塗ってます。これもともとシルバーのモデルで、ダメージはややダメージです。この辺角がちょっと出るぐらいのパーティングライン落として塗ったみたいな感じで、ただね、磨き込むとこういうとこすげえ光沢は出ますよね、ガンブルーカラーは。さすが基本の部分が、まあ、クリアというかね、透き通ったところにメタリック入ってるようなイメージなんで、こういうとこは本当すごくツヤツヤになってかっこいいです。なんで下手にダメージ感狙うよりもこういう塗装の方がいいのかなっていう感じはしましたね。であとはこれ黒い ABS に直接塗ったもの、まあ、軽く面出ししてパーティングライン落として、やっぱりねこういう色になります。まあよく見ればその色塗ったなっていう、メタリックだなっていう感触は残るんであれですけど、こういう派手めな感じが好きな人にはいいと思いますよ。僕結構好きなんですよ、この塗りっぱので。下にシルバー塗らなくても多分普通に発色すると思います、これシルバーに塗ったものだけど。こっちは磨き込んで薄くしてるんでね、どうしても明るくなるんで、そういう違いかな。これがキャロムのガンブルーカラーで塗った3種ということになります。じゃあ次ですね、今度はキャロムショットのメタルブルーコート、これで塗ってみた3種類を、じゃあちょっとね比べていきますか。まずこれやっぱりね、下にチタニウムシルバー塗って、でメタルブルーコートを塗って、こっちはねかなり派手めにダメージ感が出たらいいなと思って結構頑張って磨いたタイプです。こんな感じね、このシリンダーのラッチに傷入れたとかね、懐かしいですよね、この傷風味ので、なんちゃってグリップ塗装をやったものと、でこれはかなりダメージを狙ってますっていう状態です。で
こっちもこれは今度東京丸井のニュー銀弾をダメージ風にしたんですけど、ダメージ具合で言うとまあ似たようなもんなんだけどね。でやっぱりこれもシルバー塗ってからメタルブルーコートを塗ってダメージ感を出した感じと。ただこれ上から薄く黒拭いてさらに磨いてます、うん、ちょっとねダメージ出しすぎた部分があったりしたんでっていうものです、うん、でこれがダメージ感が少ないもの。これもやはり下地はチタニウムシルバー塗ってます、うん、ただかなり上厚く塗っててほんの少しだけダメージ感を出しただけなんで、角が出るぐらい、要は新品を目指して作ったものなんで新品な感じにはなってると思います。それぞれ最終的にはコンパウンドで磨いてますけどね。でこの辺の金属パーツにもちゃんと色が乗ってると、うん、磨かない状態でもすごくいい色なんですよ。このシリンダーとかはもうほとんどシルバーの色が見えないぐらいまで塗ってるんで、うん、こんな感じの色です。磨かないとねかなり、まあ、青みはあるんだけど黒っぽい感じの印象の色ですよね、うん、磨き込んでいくとちょっとこう緑感っていうか出てきますけどね、うん、こんな違いがあります。個人的にはこのメタルブルーコートはダメージ塗装すると雰囲気がよく出せる塗料だなと僕はそう思ってます。ただこんな風に塗りっぱなしでも非常にいい色が出るし、とてもいいものですね。で今ここに現物出してないけど、マルシンのモデルガンね、ブロニングハイパワーのスライドだけ塗ったものがあるんですけど、あれもメッキ部分に塗りっぱですよね。塗りっぱでもいい色、うん、そんな印象です。なんでね、もう、まあ、結構一番好きかもしんないよねこの色。まあ物によってね似合う似合わないもあるかもしんない。今度はこれです。キャロムショットのブルースチール、これで塗ったものを見ていきましょう。まずじゃあこれやっぱりね、これがクラウンの M19 か、こっちで失敗してやり直したっていうものです。でこれがやっぱり下にチタニウムシルバー塗って、上からブルースチール塗って、結構頑張ってダメージ感を出したものになってます。この辺なんか相当シルバー出してますんでね、うん、マズル部分とか、まあサイトの部分、この辺とかかっこいいかなとか思うんですけど、うん、でこのブルースチールなんですけど、何にもダメージ感出さないと、まあこんな感じに鮮やかめな青い色になるんですよ。うん。で、まあ下地シルバーなんですけど、磨き込んでいくと、あるところを境にグレーっぽい感じになるんですよね。塗っていく途中もそうなんですけど、はじめグレーっぽく色がついていくんだけど、ある程度の厚さになると青みがスッと発色してくるようなイメージでね、これ面白い塗料だなと思います。なんでグレーより、青くもあるけどグレー寄りな発色なんだなと。これもねダメージ塗装似合いますよね、うん、いい色だと思います。でこれも乳銀弾です。今度は乳銀弾のシルバーモデルにスパート塗っただけです。でダメージは控えめにダメージ出してみた状態ですね、うん、なんで塗りっぱなしの青に近しい色合いかなとは思います。いい色ではあります。でこっちと比べると青みが強い印象なんですよね。まあ下背景が黒だからちょっと違いが分かるかどうか分かんないけど、でこれまあこの間やったばっかりなんでね、黒の ABS に塗りっぱなしです。まあね、僕はブルーイングで綺麗だなと思うのはヘビーウェイト樹脂のブルーイング、やっぱり綺麗だなと思いますけど、そういう発色になる印象ですよね。こう光の加減で見ると、うん、そんなイメージがあります。まあ色の好みはねいろいろあると思いますけど、三者三様だなとは思いますけどね、うん、こんな感じの色になります。3つの塗料でできるだけダメージ感を出さないで塗ってみたものを眺めてみようと。じゃあまずこれキャロムのガンブルーカラーでダメージ感を出さなかったもの、まあよく見るとこういうラメラメの粒が見て取れるんで、すぐ塗ったなってわかるんですけど、こんな仕上がりになります。僕は派手で好きです。
で次メタルブルーコート塗りっぱなしのもの、ラメラメっていう印象はないんですけど、まあ塗り方によってはちょっと粒子感が出るかなとは思います。まあ上手にその塗った時の粒をコンパウンドかなんかで潰してあればいいのかなと思いますけど、粒子感はちょっと出ちゃう印象です、このサイドプレートなんかね、ただ色はねとてもいい色です。でブルースチールね、塗った色、ブルースチールで塗った色はやっぱ今度ソリッドなイメージの発色になるのかなとは思います。あ、ちなみにここ磨いてないです、塗りっぱなしで、コンパウンドもあんまりかけてないです、なんで塗った状態のザラザラの状態になってますね。こんな発色です。それぞれに青みがあるんだけど、緑色が強いものとグレー寄りなものとねあると思います。藍色って言ったらいいのかな、こっちの方は。三者三様のというか、まあガンブル塗料ですよね。まあブルーイングしたわけじゃないんであれですけど、いい、まあこれはこれでいい色だし、これも捨てがたいしみたいな、こんな感じです。あの何がやりたかったかっていうとね、これがやりたくてそれこそてんてん様と S15R 様に塗料と提供してもらった時点で、まあいくつか塗っていこうと思ってて、結局仕上がりってどうなんだよって。キャロムショットの塗料って結構高いじゃないですか。だからあのどんな仕上がりになるのかね、一個一個自分で試していくとすげえ大変だと思うんですよ。例えばじゃシルバー買って、ガブルカラー買ってメタルブルーコート買って、ブルースチール買ってと、この4本の塗料買うとそれで1万ちょっと1万2000円ぐらいになる時もあるかもしれないで、1万2000円越しちゃうか。そうするとさ、下手すりゃこの辺のモデルガン簡単に買えちゃう金額じゃないですか。それをじゃあ一気に自分で試すっていうのも大変だろうし、もう僕でもちょっと躊躇しますもんね、全部一気に買おうと。でもね、こういうふうに物資を提供していただいたタイミングがあったんで、こうやってね比べてみれたら面白いんじゃないかな、で塗装したいよって人の参考になったらいいんじゃないかなと思って、とりあえずは動画にしてみたと。とにかくいろいろ塗りましたからね。なんで僕あの冬場じゃないですか、で自作の塗装ブースで塗っていくわけだけど、とにかくね部屋の至るところに塗料の粉塵がですね積もり積もってですよ、ちょっとその辺ピッてこう人差し指でピッてやると塗料の粉塵がですねバッてついちゃうとね。その辺はですねもう秘密しなきゃいけないですからね、新年早々、まあもう2月も終わりだけど新年早々っていうかね、こっそり大掃除しなきゃいけないみたいなね、そんな日々を送っております。そうだな、まとめるとね、ブルースチールはね、あの磨き込まないで塗るのにぴったり、ダメージ感出さないとものすごくトラッドな仕上がりだし、ダメージ感出してもすげえ味があるしね、こっち、ブルースチールはね僕は好きです。でまあメタルブルーコート、まあ、これも一番好きとか言ってましたけど、ここもいい色ですよ、磨き込んでこの色になるしね。そうだな、あとちょっと扱いどころが難しいのがキャロムのガンブルーカラーかな。これは本当あのラメラメっぽいっていうかね、メタリックな粒々が目立つ仕上がりになるんで、使いどころがちょっと難しいかもしれないですね。そんな印象です。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。まあいろいろ塗ったものをザザッとね眺めてみて、何かの参考になれれば嬉しいなというところでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。ぬるべしぬるべしぬるべし、木目塗装もいいんだよね